ボンド軍はアメリカ合衆国入りの異州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17,768人であり、2000年の17,633人から0.8%増加した。軍庁所在地はグリーンビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ボンド軍はセントルイス大都市圏に属している。 ボンド軍は1817年にマディソン軍から分離して設立された。軍名は当時イリノイ順州からアメリカ合衆国会議への大議員を務め、1818 18年から1822年には初代イリノイ州知事を務めたシャドラック・ボンドにちなんで名付けられた。主要都市であるグリーンビルは1819年に郵便局ができ、1855年に町として、 1872年に市として法人化された。この町の命名については諸説ある。ノースカロライナ州のグリーンビルにちなむという説があり、その町はアメリカ独立戦争の英雄であるナサニエル・グリーンにちなんで名付けられていた。別の説では初期の開拓者トマス・ホワイトが緑が多くて素晴らしいと感じたので名付けたというものである。三番目の説では町で 最初の商人になったグリーンピーライスにちなんだというものである。1824年、奴隷制度の認可について住民投票が行われ、240票が反対、63票が賛成だった。イリノイ州は奴隷州ではなかったが、奴隷州であるミズーリ州やケンタッキー州に近く、 奴隷所有者が自由州で奴隷を保有するために使った年期暴行制度を使い続けることは認められた。一時期、14人の奴隷が8人の所有者に登録されていた。奴隷の一人、サイラス・レジスターは軍事務官事務所で登録したことからその姓をつけた。レジスターは1872年に76歳で死亡し、ボンド軍で最後まで生き残っていた奴隷だった。 幾人かの奴隷は奉公していた家族と共に、軍内で埋葬されている。元奴隷の一人ファニーは、その所有者が、州外に出て行った後で、自由の身となり、町で働いたので、水売り州の競売で、夫のスティーブンを買うことができた。1840年代、地下鉄道を使って奴隷に自由を与えることに、携わった者がいた。ディノニスム教師の T.A. ジョーンズは2008年に、 地下鉄道の活動を記した手紙がスパータの階段で発見されたと告げた。奴隷はミズーリ州から逃亡しカーライルを抜けてボンド軍に入ることが多かった。ジョンリーパー牧師は製粉業を営んでいたのでその地下鉄道活動を隠蔽することができた。ヘンリーパーリニッシュはグリーンビル近くで開業し秘密の活動を援助した。ジョージ・デニー牧師の家では 活動に使われていた秘密の部屋があることが1930年代になって明らかになった。グリーンビル・カレッジは1855年にアルミラ・カレッジという名称で設立された。1941年、学長の H.J. ロングがアルミラとグリーンビルは祈祷に基づいて設立されたので、その設立と並行に運営することを宣言した。1858年、 アメリカ合衆国上院議員の候補指名を得るために、エイブラハム・リン・カーンとスティーブン・ダグラスがグリーンビルで討論を行った時、ダグラスは紳士淑助諸君、私にとって初めて古いボンドを訪れた時に、私の話を聞きに各も大勢の人々が集まってくれたのは、私に大きな最高の満足と喜びを与えてくれる。と語った。在理のイステートレジスター紙は、 この集会について、古いボンド軍に多くの者のが集まったのを見たことがあるが、これに匹敵するものを見たこともないし、予想したこともなかった。と記した。ボンド軍の女性は1914年に初めて選挙で投票できるようになった。1915年11月21日、サンフランシスコで開催されたパナマ太平洋国際、博覧会で展示された自由の鐘が、 ペンシルベニア州に戻る途中でグリーンビルを通過した。自由の金はペンシルベニア州に戻った後二度と動かすことはなくなった。グリーンビル公共図書館はカーネギー図書館として設立されアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。グリーンビルカレッジにあるホーグホールも同様に指定されている。 世界恐慌の最中の1934年4月18日、州政府と連邦政府からの緊急物資の配布について、苦情を申請するために、500人の抗議者が、イリノイ州緊急援助委員会まで行進した。1980年、アメリカ合衆国大統領選挙の運動中に、ロナルド・レーガンが、グリーンビルを訪れ、軍庁舎芝生で演説を行った。 イリノイ州選出の新人上院議員で2008年11月に大統領に当選したバラク・オバマも2004年の上院議員選挙運動中にグリーンビルを訪れた。これはボンド軍民主党員が主催したものだった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は382.76平方マイルであり、このうち陸地380.28平方マイル。 水域は2.48平方マイルで、水域率は0.65%である。近年、群長所在地である、グリーンビル市の平均気温は1月の下市21度から7月の下市91度まで変化している。過去最低気温は1905年2月に記録された下市22度であり、過去最高気温は1954年7月に記録された下市114度である。 月間降水量は2月の2.00インチから5月の4.31インチまで変化している。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ボンド群は下記9つの群区に分割されている。ありがとうございます。